福島市飯坂町に来ています。雄大な自然が広がっていますが、実はここ湖ではなくダムなんです。今日はここでゴールデンウィークにおすすめのアクティビティを私が体験します。福島市飯坂町にある釣り上川ダム、貯水量は東北で4番目の規模で、周辺には自然が広がり、四季折々の景色が楽しめます。今回ここで挑戦するのは、今手軽にできるアウトドアとして人気を集めているカヤックです。実は釣上川ダムでは、県内外から訪れる観光客向けに自然を満喫してもらいたいと、4月から11月にかけてカヤック教室を開いていて、毎年多くの親子連れが訪れているんです。また釣上川ダムは釣りやモーターボートが禁止されているため、安心して楽しめるのも魅力の一つです。ということで、私もカヤックに挑戦します。カヤックの乗り方をレクチャーしてくださる木村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。木村さん、実は私カヤックに乗るのが初めてでして、何か乗り方のコツなどありますか？はい、初めての方たくさんいらっしゃいます。私がいつも教えているのは、湖面の上では波の影響と風の影響を受けます。なので、カヤックに乗った時に膝を広げます。はい、バランスボールの上に乗っかっているような状態で、腰の動きでバランスを取るような感じになっていきます。なるほど。あとは水を怖がらないっていうことが大切です。なるほど、分かりました。私もバランスボール意識してカヤックに乗りたいと思います。ツアーでは毎回インストラクターの方がパドルの漕ぎ方やバランスの取り方などを丁寧に教えてくれるので、初心者でも安心して楽しめます。一通りレクチャーを受けたらいざ出発。新人浦部アナウンサーの腕前は、はいはい、すごい揺れる揺れる。あ、意外と簡単ですね。なんか楽にしてます。楽しい。これ初心者とは思えない好調な滑り出し。湖面をスイスイ進んでいきます。ダムの奥の方まで進んでいくと、辺りは雄大な山々に囲まれ、神秘的な空間が広がります。大自然を満喫できる体験ツアーはおよそ1時間半。穏やかな湖面の上で心も体も癒されます。今いろいろとこうストレスがかかる世の中なので、そういうストレス発散も含めて、自然の中でこう癒されて、また元気になって仕事に戻ると、そのちょっとした息抜きになったらいいなと思います。友達、家族、大切な人と楽しい思い出作りをしていきましょう。福島市内で手軽に楽しめるカヤック、密を避けながら楽しめるスポットとして注目を集めそうです。